はい。というわけです。皆さん。ええ。ええ？どうしたんだよ、みんな。おい、ジャグさん、本当に終わっちゃうのかよ、ザクトーク。ええ。終わります！なんかすごい深刻な感じでしたけど、終わっちゃうんですね。もうちょっと終わる終わる詐欺とかじゃなくて、本当に終わります。ちょっと、オタクトークの、まあまあ、参加してる身でもあるんだけど、一ファンとして、ちょっと突然すぎるかなと思って、ちょっと納得できない部分もあって、ちょっと説明してほしいなと思って。はい、そうですね。まあ、どういう経緯で終わることになったのかを、じゃあ説明しましょう。うん。まあ、ですね。まあ、我々は今、静岡にいて、ダニシは徳島にいて、うん。で、収録をね、いつもこう、オンラインで収録しているわけです。うん。なるほど。で、やっぱ我々のスケジュール感とダニシのスケジュール感ってすごく合わせるの難しくて。うん、で、なぜならダニシは今、仕事でめちゃくちゃ忙しい時期。鬼のような業務が続いてるわけです、ダニシは今。そんな中、収録の時間を作っては参加してくれるんですが、我々も今おもちゃオープンが近づいてるんですよ。で、そんな中で我々がおもちゃオープンをさせていくっていうその準備とかで我々もスケジュールを作るのはかなり難しくなっていき、で、まあ今後さらにおもちゃの店舗オープンに向けてね、ちょっと激化していくだろうと。で、そうすると、より収録の日付を、タレすら、今はね、もう本当に、前は週に1回ぐらいのペースだったんですけど、今はもう本当に月に1回とかになってきてるから、こうなってくると、もうこのコーナーそのものの収録をね、予定を作っていくのはかなり困難になっていくのではないかと。いうわけで、そうですね、更新が途絶えて、なーなーになってしまっていくことになると思うんですよ、このままだと。はい。で、更新がされなくなっていって、なーなーになって、いつの間にか なんかこう、続きが更新されないまま終わってた、みたいなのは嫌なので、だったらもういっそ、ここで改めてきっぱりとも終わりを宣言して、ね、幕引きとしようかなと思い、このような決断に至りました。苦渋の決断です。なるほどな。まあ、仕方がないって仕方がないんだけど、ね。まあ、てしまった以上は、そうですね。そうです。なので、本当にこう、まあ、ダニー氏もよくね、その徳島の遠くで働いてね、もう話聞くだけでも大丈夫かと思うぐらい、激務なわけですよ、日々。そんな中、いつも死にそうな声で参加するわけですよ、収録に。そうですね。そうし、時にはね、収録で、仕事終わってその車の中で電話でね、うん、収録なんて時もありましたから。そうですよ。ここから行けるよって参加してくれましたからね。で、収録終わってから車走らせて家に帰るみたいなことやったこともあって、さすがにちょっとね、それで何、次の日の朝4時に起きて仕事行くとかだったから、さすがにダニー氏の体力もちょっと厳しいんじゃないかと。で、今これからね、猛暑も続いているので、もう本当に睡眠とかはもう本当に大切なので、皆さんの健康、そして自分の時間、あとやっぱこう好きなものに夢中になるための自分の時間とかの確保で、宣伝してほしいっていう、このジャグさんなりの、まあ、配慮というか、そういうことで、今回、このコーナーの幕引きという、苦渋の決断をするに至りました。はい。というのが、僕から説明できる内容となります。そう言われたら、そう言われちゃったら、仕方がないっていうかね、まあ、ありがたいことですけど、なんせ、残念。寂しいな。うん。まあ、残念な気持ちはやっぱ僕ももちろんみんな同じなんだけど、やっぱでもやっぱその分ね、ダニーにもこう自分の時間をもっとこう持ってですね、好きなこと、夢をこれからまだ夢がないんだったら今から夢を作ってね、そうこのトークで夢とかそういう憧れとかそういうものを特に話してきたわけだから、はい、うん、だからダニーはこれからいろんな自分の時間、自分の夢を追いかけてほしいと思うし、我々もみんなも聞いてる視聴者のみんなもそれは同じなんです。だからこのトークをね、32回続けてきて伝えたかったことっていうのはたくさんあると思うんですよ。だから今回はね、決してあれだからね、喧嘩したとかそういうのじゃないからね、みんな。ね、そこはそうしてないからね。はい、そうですよ。バチバチだったらもう収録さしないからね。なので、まあ今日はね、このトークを32回、まあ1年ぐらい続けたのかな、もう。1年半やってますね。そう。1年半続けてきてね、はい、こう、我々がこのトークで何を伝えたかったのか、何を追求してきたのか、
なんで続けてきたのかっていうのをね、改めてこう振り返って、最後は締めにしようかなと思います。わかりました。まあ最後だからね、ちょっとしんみりしすぎちゃっても仕方ないんでね。そう。まずだって、振り返っていきたいんだけど、はい。振り返っていく上で最初思ったのが、そうかと。一発目は僕の境界線記で始まりましたよね。境界線記スタートでした。はいはい、そうだね。そう。まあ、そもそもこのコーナーをやろうと思ったきっかけがね、まあ僕が本当に、ちょっと数年前は本当こう動けない状態で、ね、今じゃ信じられないかもしれないけど、本当にこう、ほぼ寝たきりみたいな状態で家から出れなかった時に、うん、全てを失い、絶望して、もう本当生きる気力すらもわからなかった時に、境界線記を見て、夢と憧れ、少年の頃のあの気持ちを取り戻して、ね、びっくりするぐらい回復して諦めていたおもちゃ屋の夢も今再始動して、その感謝を伝えたい、感謝を伝えたい、愛を叫びたいっていうので始めた企画だったんです。はいはいはい。うん、そうだね。で、その時まだダニーがいなかったっていうね、そうですね、1回目の時にね。いなかったですね。うん、その時は、俺一視聴者だったからね、おすげえって、なんか熱量、トークに熱量すごく感じて、聞き入っちゃったって印象がある。本当に、好きで聞いてた一視聴者だったっていう始まりでしたね、僕は。なんか、多分あれだよね、境界線記のトークで、その次北斗の拳ってケロロ軍曹って続いた時にさ、はいはいはい、うん、確かその時ダニーと連絡取ってなかったよね、まだ。うん、そうだね、そのあたりからでしょうね、でも途中から。そう、多分ケロロ軍曹あたりのエレカセブンとかの時の収録の時ぐらいにダニーから連絡が来たんだけど、ふとこう気になっちゃって、なんか気づいたら連絡しちゃったんですよね。うん。気づいたら連絡しちゃった。連絡しちゃった。うん。そうそう。確か、元気って送った気がするんだよ。元気にしてるみたいな。そう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 。あれなんですよ。そのね、オタクトークの過去の回でも触れてますけど、一時期僕らは5、6人のチームでやってたんですけど、で、まあ、いろいろあって、今、僕とリラクの二人の対戦になって、で、ダニーは初期メンバーだったんですよね。はいはいはい。実はね。そうですね。で、バッキバキに喧嘩したんだよね、その時に。バッキバキ。バッキバキ。バッキバキに喧嘩して、それで別れたんですよ。3年ぐらい前でしたね。そうです。懐かしい。でもあれは、ジャグさんの愛ゆえだからね、あれ。愛ゆえに僕が怒りの言葉をね、発して、それで、ね、ダニーと衝突したわけですよ。で、3年後ぐらいにそのオタクトーク聞いたよ、みたいな連絡したときに、その3年前に僕が愛を持ってダニーに怒りをぶつけたときに、そう、こうな、変わってほしいっていう思いでぶつけた言葉の通りに変化したダニーが3年分連絡してきてね、変わったな、ダニーって思って、でもなんかちょっと、その時ダニーが結構しんどい状況だったんだよな。なんか、いろいろ。いろいろあったんですよね。怪我したり、ね。いろんなしんどい目にあったり、いろいろあって。まあでもなんかこう、オタクトーク聞いてるとなんかこう、なんかわかんないんだけど、あの時はこう、なんでかちょっとよくわかんなかったんだけど、なんか手を伸ばしたくなったというか。うん、なんかそこに光輝いてるものがなんか漠然としたものがあって、なんかそこに手を伸ばしたくなったって思うね、今思うとね、あの時の自分の混沌とした毎日の中で。まあつまりあれですね、落ちて小学校の時に帰り道に落ちてる一緒ですね。あ、輝いてるね。輝いて見えてそのページをめくりたくなるあれと一緒ですよね。その見えたのが好きですね。うん、それが番外編につながるんですね。そう、そこからですよ。そう、最初はその俺らが中学時代に愛した作品について語っていくってコーナーからダニーが途中から加わるよってことになり、なんか作品を超えたテーマになったんですよね、そこから。あの頃の懐かしの給食とかお菓子とか。そうですね、食玩とかいろいろありましたね。給食ね。そう、だからある意味では、そのダニーが加わってからこのトークのメインとなる理念というかテーマが決まったんですよ。そうですね。幅広がって。で、結局、このトークで通して僕らが伝えたかったのは、あの頃触れていたものや見ていたもの、食べていたもの、景色って形に残らないじゃないですか。うん。
じゃあ歴史の教科書に記されて残っていきますかと。いや、残らないですよ、うん、それは。残らないよね。はい。特に景色なんて写真撮ってなかったら、裏山のさ、景色とか工事されて変わっちゃったらさ、工事される前の写真撮ってなきゃ分かんないじゃん。うん、もう二度と見れないですね。でもそういうのって、じゃあそれで残らないから終わりかって言われたらそうじゃなくて。うんうん。僕らがちゃんと思い出してあげなきゃダメなんだなって思うんですよ。それが、ちゃんとそこに、そのちっぽけな歴史がそこにあったり、証になるって僕は思い。で、思い出すだけじゃなくて、やっぱあの頃の気持ちのまま思い出したいじゃないっていう。はい、ああ、懐かしい懐かしいって言うだけじゃなくてね。アイス一本食べるときに、ああ、ちいなって言って今食べるだけだよ。うん。うん。でもあの頃のアイスってごちそうだよ。大丈夫。その気持ちで今アイス食べてみたらさ、もっと素敵じゃないって見え方変わらない世界の。うんうんうん。30歳になったけど我々全員。その30歳だからさとかいい年だからとかそういう考えにとらわれずに、大人の責任感はそのままに、少年のままでいていいんだよって。だって誰もが、ねえ、大人になるにつれて、やっぱこう、俺いい年だからって思ってきちゃうじゃん、絶対。どうしてもね、うん、その考えは。でもそれって、なんでって思ったらさ、説明できなくない？なんでそう思っちゃうんだろう。それってさ、周りがそう振る舞ってるから自分もしなきゃって思ってるだけでしょ。理由はないよね、確かに。だったらいいじゃん。別に小学生のままの気持ちでいたって。うん、人に迷惑をかけなければ。で、例えばだから40歳になってミュージシャンになりたいって言いにくいでしょ、正直。まあ、周りの目を気にしちゃうね。でも、いいじゃん、40歳になってミュージシャンやりたくたってですね。で、その夢が叶えられなかったから何なのって思うの？いや、叶えるための時間が素敵じゃん。ね。それは40歳になろうが60歳になろうが関係なくない？確かに。で、もっと言うと、じゃあ40歳になってミュージシャン目指しました。なっちゃったらさ、本当に。うん。で、成功したらさ、同じ40歳の人っちもさ、え、俺もミュージシャン目指していいんだってなれるよね。ああ、希望の光やね、まさしく。だから僕ら、30歳でも少年のままでいて、夢を抱いて、やりたいことをとことん追求していいんだっていうのを僕が叫んで発信して矢面に立って表現することで、同じ30代の人たちが、あ、俺も少年に戻りたいなってなって、いろんな人がね、あの頃の童心に帰って、もう一度夢を見られる世界を作りたい。僕はそんな風に思ったんです。すっごい深いテーマでこのオタクトークっていうのをやってたんですね。いや、むしろやっててそれを未だに気づかなかったてめえは何様なんだよ、これ。やってきててなんで今それをすごいですねとかって言ってるわけ。じゃあ、あれですよ、あのね、視聴者側に立ってね、今こう広げようかなと思って。本当なんだよな、お前。そうですよ。もちろん。場合によっちゃこれ収録終わったってガチで説教だと思う。いやいやいや、まさか、そんな、ちゃんとね、話をこう広げようかなと思って言ってるだけなんで、まあまあまあ、慣れないような、慣れないことはしない方がいいよ。まあまあ、あのね、あのジャグさんだよ。ジャグさんはプレイヤーで、あのリラックさんは内勤の方なんで仕方ないと思います、はい、内勤の方、まあ、そんなこんなに続けてきたオタクトークなんですけどね、はいはい、まあ数々の正直32回も続いたわけですよ。そうですよね。番外編入れたら40近いですもんね。そういうことになるよね。でもほぼアニメ、アニメ1個分よ。はい。まさしく。スークールやってるやん。で、なかなかね、印象深い回だったり、テーマだったりしたと思うんだけど、ちょっと振り返ってみましょうかね。はいはいはい。はいはい、やってきましたけど。特にこの回は熱かったなとかなんかありますか？特にじゃあね。最初視聴者の側から参加してきたダニー君はどうですか？そうですね。やっぱり自分は番外編から入ったじゃないですか。はい。うん。で、結構癖が強いのが多くなかった、番外編。よかった、よかったね。最初攻めてたよね、本当に。うん、で、結構一番最初に、結構自分こうトークを作り込んでいくタイプじゃない。こう結構考えてトークに臨むタイプだからさ。うん、一番最初にやっぱ作り込んだ思い出といえば、初恋のアニメキャラで。あれはすごいテーマだった。今見返してもこんなんやるんやみたいな。確かに、テーマとしてすごいよね。初恋のね、アニメキャラ。トップ3形式でさ、それぞれ
そう、熱い思いを語ったわけじゃん、うん、みんな癖強いじゃない、うん、みんな癖強くてね、あの ロリ枠の人がいたりさ、こうあのヒロイックなこう敵キャラを出す人がいたりさ、うん、ね、なんかだから俺も結構癖強い方かなと思ったわけよ、はい、特に1位とかさ、うん、グラマーな感じでね、それ超えてきたよね、やっぱりさすが演者の先輩というかさ、俺の好きなオタクトークのね、あのプレイヤーの2人は期待を裏切らなかったっていうかね、すっごく自分が作り込んでいたつもりだったんだけどこりゃすげえわ、自分頑張ってかなきゃいけないなって思ったのが、やっぱりその初恋のアニメキャラですかね。まあでも確かにそのチョイスとさ、そこにまつわるエピソードっていうところを僕は押していくんだけど、はいはい、やっぱその初恋って言うだけあって、やっぱそう本当に好きだったんだなっていうのをさ、うん、そうだね、もう出し切れた回だなっていうのは正直思うね。うっちゃんとかね、まだ出したりないみたいなのもいたもんね、きっとね。その辺からちょいちょいね、風磨、アキト、アレクトラって言葉が入り始めるんですよね。そうだね。ちょこちょこね。じゃあ、リラックはどうですか？やっぱね、作品のこう続いて、やっぱね、概念系のトークって、自分のさ、なんだろう、物語があるものじゃないじゃん。自分たちの、いわば自分たちの物語じゃんね。だからその辺を出していくのすごい楽しいなって、こう喋りながら思ってて、結構これも漠然としたテーマだったんだけど、ジャグさんの懐かしい話が個人的に好きで。そうそうそう、みんなの懐かしいエピソード、こんなことあったよねとか、そういうのがこう聞けたの、特にダニーとかは徳島の方だったから、そう、自分とさ、ジャグさんはまあ同じ学校だったりしたから共有するところがあったんだけど、そうじゃないところが聞けたのも面白かったし、うん、あとなんか個人的にこう自分も結構話をこう用意してきたりするんだけど、聞いてるうちにいっぱい出てきたなっていうのがこの話のイメージで、グランドに犬入ってきたよねっていうのとかは用意してない話だったから、うん、そう、なんかみんなでそういうのを語れたのも面白かったし、ほんできっとこれは聞いてた人たちも共感できるところいっぱいあったと思うから、いやちょっとね、第2回とかがないのが寂しいですね。個人的にはそう思いますね。なるほどね。はい。そう、僕はね、はい、個人的な思い出としてやっぱ境界線機で。うんうんうん。第1回と。なんか、いろんなものの始まりなのよ、境界線機って。その、ジャグという一人の人間がもう心も体も破壊され尽くした後に、うん、再び立ち上がって、最初の一発目はこれだったわけで。やっぱその境界線機っていう作品に対するその愛だとか感謝だとかっていうのは、あのトークの一回ぽっきりじゃもうやっぱこう収められないのよ。だけどなんとか感謝を伝えたい、なんとかあなたたちのその境界線機という作品を作ってくれたあなたたちのおかげでジャグという一人の存在が人間が救われたんですってことをなんとか伝えたいっていうのをこうなんていうこう伝えたいのに伝えきれないみたいな、その歯がゆさの中で喋り続けて、で結局1回で収まりきらず、あとあと2回も3回も続けたっていうのがやっぱすごいこう改めて自分らしさを痛感するきっかけになったというかね、そのコロナ禍になって失ってしまった本当に何にも興味を示さず何も見なくなった、何に対して無関心になってしまったんだよね、そのコロナ禍になって全てが絶望した時に、その一番の自分らしさだった好きなものに夢中になるっていうことを忘れた自分がまた好きなものに対する熱意で復活できたんだっていうのを知ったきっかけになったから、やっぱ、うん、境界線機ってすごいすごいんだなっていうのは未だに思うし、今でもずっとね勝手に見せた境界線機ってなってやってるくらいだから、まあそれをこう叫ぶきっかけを作ったのはやっぱこの1回目だったなって思うし、うん、まあそれは僕個人的な方なんだけど、でやっぱこう全体を通してこの回良かったなって思ったのが、うん、やっぱあの給食だよね。あそうね、で何が良かったかっていうと、うんうん、僕とイラクは地元が一緒だから、そのあれなんだよ、小学校は違うけど中学は同じだから、ほぼで小学校は違うと言うと作ってるとこ同じだから共有できるんだよね、うんうんうん、だけど
徳島の給食事情を知ったってすごいなって改めて思った。あ、確かに。その自分の行ったことない土地の学校の給食の時間を知るってなかなかないでしょ。なのに配膳当番とか牛乳パックの、あのこう畳んでこう一つにまとめる文化とかは一緒なんだみたいな。で、こう牛乳表みたいなやつが絶対クラスに一人はいるって言ったらそれがダニーだったり。あの、その、献立こそ違うけど、うん、給食を取り巻く環境ってどこの学校も同じなんだなっていうのを知って、なんかすごいこう楽しかった記憶が。もういろいろ溢れてきたよね、思い出がね、話してたらね。そうですね。うん、だからやっぱあの、そば米汁は本当食べたいなって未だに思う。牛乳パック麺粉もやりたいしね。そう、牛乳パック麺粉もやりたいなって思うし、なんかこういろんなことがこう、うん、あの給食の会で始まって、そこからじゃない。懐かしの食玩だったり、うんうん、お菓子だったり続いて。広がっていったね。はい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 。そうだね。うん。違うか、給食の後か。食玩が最初か。そうです。嘘ばっかり言ってんじゃないの、うん、本当に。でもなんかこう、そこからいろんな広がり見せたのは確かなんだよ。学生時代の思い出とかさ。うんうんうん。うんうんうん。っていうのがあったんですよね。だからこう、そこが自分の中では。まあ、お気に入りの回の一つだよな、給食は。ああ、うんうん、そうだね。なんか聞き返しちゃうもん、確かに。給食会。そうなんだよ。やっぱだから、でもやっぱこう、でもやっぱ忘れちゃいけないのはメジャーの回だと思うんですよ。出ました。メジャー回はもう大好き。あれが、あれでしょ？第二位と俺たちの始まりでしょ？あれが。この概念みたいなのの始まりはこれだもん。だから、結局さっきも冒頭で俺が喋った、そのあの頃の気持ちを伝えていこうっていうさ、うん、テーマだったでしょ？うん。うん、それを、あーって気持ちだって言い出したのはメジャーからだからね。そうだね。うん、あの、本編を差し置いてね、あの、もう自分たちの、あの頃見てた時間とか風景とか景色とか、そっちがメインに話として展開されていくっていう。とんでもないね。麦茶が出るからね。メジャーを話す回のはずなのに、メジャーを見てる俺たちの時間を話すっていうね。あの頃。あの頃。わけのわからんことしてたなっていう。この後泊まりに来るんだとかね。何の話だよね。そうそう、部活の時トンネルまで走ってなとか知ってる？メジャーの話でさ、脱線した挙句最終的にファイナルファンタジーの話してるからね。これをファイナルファンタジーと言いますっていうね。そう、もう訳が分からん。でもけど、だけどそのおかげでダニーがこっちに合流したっていう、うん、衝撃の回広げようと。あれは本当神回だよね。問題作であり神回であり、癖強いわ。強かったな、あれは。いやでもね、本当にね、好きですわ。単純に好き。でも俺、ここでバカ笑ったなっていうのは。うん。うん。珍しく、このトーク企画においてね、滑ってばかりのリラクなんだけど。はい。あの、クレヨンしんちゃんのやっぱ七子お姉さんの下りが伝説に残ってる。ああ、最後の一言コーナーですね。ね、一言コーナーっていうのもなんかね、定番会話してたんですけど、うんうん、なんか、クレヨンしんちゃんの回で、最後、奈々子お姉さん一言って振ったら、なんか、その、まあ、わけのわかんないこと言ったんですよ、イラブが。そうですよね、で、その後にダニーがほんと聞いたこともないような大声で笑うっていうのがね、あれ、ほんとに、あれ、あそこだけ切り抜いて、いまだに聞いちゃうもんね。じゃあ、ほんとすげえ笑い方すんだよ。ほんとに。で、ダニーがめちゃくちゃ笑うとこばっかり聞いてたからね。うんうんうん。実際、リラクは何て言ったのかなと思って、実際聞いたのよ、奈々子お姉さんに一言、改めて。はい。ほんと、わけわかんねえこと言ってんだよ。意味わかんない。なんか、奈々子お姉さん綺麗です、憧れでしたぐらいまではわかるにしてもね。まあそんなこんなで、あの12月ちょっと集合ってことでお願いしますって、あの、質疑しましょうっつって。どこで集合すんだお前みたいな。お前はどこの次元でそれを言ってんだって言います。奈良子お姉さん、お父さんにも挨拶してみたいですね。奈良子お姉さんの何だね、何やねんお前っていう。奈良子お姉さんの見えるところにいるのお前は今みたいな。電話してんのみたいなね。ちょっと立ってる次元がどこなのか分からなくなるっていう。ね、まあ、そういうのも印象的だったと思うんですけど、どうですか皆さん、何かありますか？
僕はやっぱダニーのセイントセイヤのエンディングの話もすっごい好きですね。あの話好きすぎて。誰もがセイントセイヤじゃなくても一度何かで真似したことあるでしょっていうのをこう体現してくれたというか言葉にしてくれたというか。そう、誰もが絶対通ってるよね、あれね。そうね。ヘルメットがまたいいんだよね。なんで岩ってあるみたいな話だったね。そう。ちょうどいいステージみたいな。あの話が好きですね。ぜひね、ぜひそれは動画にしたいですよね。そうですね。当時できるね、最大限のね、演出というかね、今だったらね、こう、ドン・キホーテとか言ってさ、買えるじゃない。コスプレ道具みたいなね。自作そうするね。こともできるよ。そうだね。中学生とかだったら、どうしていいかわからないね。一曲人にしかもも。流せないしね。そうだね。そうか、そうか、曲流すツールもないのか。じゃあ、何も流れてないところで、セイントセイヤのエンディング何やってたってこと？頭で想像するんだよ。自分で口ずさみながらね。哀愁がすごいな。いいわ。それいいわ。そうだ、そんな神回が連発したオタクトークですけども。ねえ、まあ、そうやって今振り返るとね、その32回とは、ありますけども、まあ、番外編も込みでは40回以上ということになりますけどね。まあ、忘年会もやったり、クリスマススペシャルやったり、いろいろやりましたけど。やりましたね。で、時にはね、先取りの、ね、例えばブリーチが始まるからおさらいしましょうみたいな回もあったり、まあ、アニソンでも話しましょうとかいろいろありましたありね。ましたね。でね、ここでね、最終回だからこそ発表できるんですけど、過去最高の再生回数を誇った回の発表しますよ、じゃ。再生回数。再生回数過去最高記録トップ3発表しましょうか。これね、すごいですよ。で、基本的にこれは我々がさ、こう、記録に残していきたいトークだから、多くの人に聞いてもらいたいって気持ちはもちろんあるけど、まあ、まず我々が楽しんだっていう記録を残したいってわけだから、再生回数正直100回もいかないじゃん、毎回。そうですね。帰ったら。でもそれでいいじゃん。なんですけどね、これすごいですよ。第1位、境界線記。なんと、再生回数が521回。すごさすが第1回記念すべき境界線記の力。境界線記がね、そう、521回、他、類を見ない再生回数を誇ってるんです。500はすごいですね。すごいね。500いってるんですよ。で、なんと第2位がね、第2位びっくりだよ。なんだろ忘年会スペシャル。う。おお、まさかええー、の。そうなんだ。忘なん年で会かなん知らだ。んけど、302回です。300はすごい。なんでか知らんけど、だって作品もなんもないのに、ハッシュタグもなんもないのに302回再生されてますよ、これ。大晦日スペシャル、最後に重大発表っていう、その重大発表効果かな。なるほど、ああ、なんだそれをろう聞いと。たのもそうだね。で、第3位。3位。境界線記、最終回スペおシャル。おおお、強いね。なんです。まあ、やっぱ境界線記の愛が届いたってことですね。そうですね、言った通り、千秋さんの愛が届で、いたってこと。自分的に、そこそこ再生されててびっくりしたのが、ダニーが最初に入ったさ、番外編。コロコロコミックとか話ああ、したやつ懐ですかしいね。ものね。話したやつね。あれがね、137回。137回超で、えてる。それが番外編の1回目で、番外編の2回目だから、ダニーが参加してから2回目のトークも136回、ほぼ同じ回数再生されてる。で、給食が100回、101回か。で、あの頃、キュンとした女の子の仕草は69回っていう残念な結果に終わってますね。ちょっと残念でしたね。で、やっぱ、ウォーターボーイズも224回。しおりちで、ゃん効果ね。このなぜか知らないけど、このトークの最低視聴回数を誇ったですね、回があるんですね。最低が存在するんですね。最低が存在するんですよ。いや、嫌な予感するな。これ最低回数記録してますよ、これ。類を見ない最低回数ですよ、これ。なぜか。
それはですね、ジョジョの奇妙な大冒険、ジョジョの奇妙な冒険第5話、これの再生回数が24回です。無駄無駄。いやー、これはな、ジャクさんいないからな。リモート。ジャクさん効果でかいっすよ。で、その24回のジョジョが大ボケした次に、あの頃食べた懐かしのお菓子の飲み物で157回再生を誇ります。おー。やっぱ概念強いなと。そういう感じで。で、ブラックさんが193回再生とかね。おー、みんなの思いが溢れてたもんね。溢れてましたね。で、そこからはね、なんかちょっと嬉しいことにね、ブラックさん終わったぐらいからね、平均的に100回ぐらい行くようになってくるんですよね、トークの再生回数。っていう感じで、まあ、再生回数、こんなね、どこの馬の骨かもわからないオタクのおっさんたちが喋ってるだけのトークを100回も聞いてくれてるってだけでもうありがたいのにね。そうですね。ありがたいね。ね、最終回、だからいろんなことをこう振り返っていくわけですけどもね。はい。うん。はい。なんかこう、楽しかった思い出しかないなと。そうだね。うん。このトークから得られたものってのはきっとみんなそれぞれあると思うんですけど、やっぱこう、どうです、なんか、平成を感じるトークだったんじゃないですかね、今まで全部。まさしく僕らが駆け抜けた平成でしたね。みんなが忘れていく時間をちゃんとこう思い出すきっかけになったんじゃないかな。でもなんか、あれだよね、その、昭和のさ、レトロ需要的なのってあるじゃない、やっぱりね。昔の懐かしいのに、うん。だけど、俺らの時代の懐かしいってね、なんか、ジャグさんも言ってたけど、まだあまり出てないよね、その懐かしいっていう、うん、こう、商品として。だけどなんか、俺らがそれをなんか、先駆けじゃないけど、なんか、できたような気がして、なんかちょっと嬉しかった気もしたんだよね。まあ、今後ね、俺らが おっさんになった時に、50歳とかなった時に多分平成の懐かしいってものが、今の昭和みたいに商品化されてさ、なんか俺らが懐かしいっていう風になるんだろうけど、それをなんか俺たちが先駆けできたみたいで嬉しかったな。うん。まあそもそもあれだもんね。その、扱ってる作品もちょっとこう、やっぱこう、改めてこの回をさ、振り返っていくとさ、うん。やっぱその最新どころを狙って喋ってないからさ、うん。うん。やっぱこうね、やっぱこう、懐かしさをこう復習するって意味でもかなりね、いいラインナップだったんじゃないかなと思うんですよ。映画泥棒とかね、はい、やってるもんね。第1回こそ境界戦記の最新だけど、その次は北斗の拳でケロロ軍するタイバニだったり、GTO のドラマ版、メジャーと続くわけで。まあ、やっぱ確かに、あの頃が懐かしいって気持ちの先駆けのような体験をできたんじゃないかなって私は思うんですね。いい時間だったと思うんですけど。で、こうね、なんかこう、ところどころ垣間見える、こう、P が連発する回だったり。P 多かったですね。もう P が多すぎてバン食らうんじゃないかって思うぐらいの。ピーピーピー。すいませんでした。本当ですよ。本当ですよ。あなたの、あなたの話が一番 P です。また P 入ったね。そっか、P だわ。どうせ P が入んならいろんなこと言っちゃえばいいんだよ。編集なんかす。これ最終回だよね。発狂するやつ。でも本当にさ、不思議だと思うんだよね。これさ、30何回プラスやってるわけじゃない、はい、ね、こうやって一回も3人顔合わせてないんだよ。そうだ、ね、3人が全員。おー、うん、確かにいないんだもん。でもなんかこう、もうずっとなんか昔からやってるような感覚ゆえに悲しいというか、終わっちゃうのが。すごく不思議なことなんだよね。当たり前合ってないもんね、3人で。っていうか、そうだよね。そもそもダニーという人間に会った回数って、一回あれだよね。ウルトラマンフェスティバルに一緒に行って。そう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 。で、その後一回オレンジ泊まり来たよね、実家に。そう。だから、ジャグさんが2回で、リラックに関しては1回だよね。1回ですからね。あ、そっか。そうです、そうです。信じられないね、確かに。あれですね、思い返せば、だから、もうだから、出会いこそは5、6年ぐらい前になるのかもしれんけど、だからそっか、顔合わせる暇って、徳島と静岡だからね。なかなか遠いから、ね。そうそうそう。コロナ禍だったしね。そうだね、コロナ禍になっちゃったのもでかかったね、やっぱな。うん、うん。ダニーから久しぶりに連絡来た時、ダニーがいろいろあって体もボロボロないやって言ってて、俺もその時負けそう取らずの体と精神のボロボロぶりでね。うん、で二人してボロボロだからちょっとこう元気出そうぜっつって言って、
始めたのがこの回だったわけですよ。うんうんうん、そうね。仲間に入れてもらってね。まあ、でもまあ本当だからそれがこう30、いや40回以上続いてね。だからあの、僕自身もすごい実感してるところですよ。本当にこう信じられないぐらいこう、復活、なんて復活することができたなって自分が。うんうん。だからこう、積み重ねって大事だなと思ったしね。だからいい結果を招くことができたのですけど、まあ、最終回で終わるからとはいえ、このトークは残っていくので、あの、アーカイブで。そうですね。はいはい。そうそう。で別にあの、最終回で終わるからって言ってね、うん、もう連絡取らないわけじゃないから。うん。なんか、まあ、また別の機会で何かどこかでね、うん。なんか動画配信とかできたりしたら面白いなと思うし。チャンネルは残るわけですし。そうそうそう。まあ、そういうふうにね、あの、残していこうと思うわけですけど、まあ、まあ最終回なのでね、もういろいろ喋りたいことあるかもしれませんけどね、題材を決めないで収録してますから、はい、最終回ってだけで。はい。いや、そろそろね、お別れの時間がやってきたので。もう時間が来てしまいましたね。そうですね、1年半という時間を続けてきた我々さんに、一人一人の、まあ、皆さんに対するお別れの言葉と、まあ、あとはこう、今後の自分のね、こういうことをしていきたいと思ってるみたいな、こう、熱意だったり、こう、今後の先の、将来のビジョンなんかがあればね、皆さんに伝えてあげてほしいと思うんですけど、どうでしょうか。はい、わかりました。最後に。そう、恒例となった最後に一言シリーズですね。はい、はい、はい。で、ジャグさんはアレクトラにプロポーズでいいのかな。そうですね、心から。待ってました。最終回じゃなくて始まっちゃうよね、それはね。そこが始まりです。そうそう。まあ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 。じゃあ、最後一言締めていきますか。はい、わかりました。はい、まあね、ほんとこう、恒例になったこの一言シリーズ。本当に今回で最後です。最後、寂しいね。我々3人からの最後の、うん、最後のこの締めです。なので、あの、存分に思えるだけを話してほしいと思います。じゃあ、リラックからどうぞ。はい。じゃあ。いや、感動的な BGM を載せるの忘れないでね。わかりました。じゃあ、いつも。歌った方がいいかな。ミュージック、スタート何歌っていいかわかんないよ。ホワイトナイト、ホワイトナイト。瓦礫の下で生まれた弱虫の声はこれもできなくなるの？いくら耳すましても聞こえやしないさこれもできなくなるのか寂しいね。じゃあちゃんと歌うわ。ちょ、ごめん、もう一回ミュージックスタートって言って。最後に一言いきます。ミュージックスタート。いつでも掴みかけたものが目の前で消えてしまう未来を諦めちゃいけない輝く。この歌が何なのか分かった人 DM ちょうだい。きっと仲良くできる。いや、ジャグさんのその回も聞きたかった。すいません、ふざけるの大概にします。はい、じゃあミュージックスタート。はい、オタクトークですね。1回目の境界線期トークから1年半ほど、全て参加させていただきましたが、まずですね、メンバー及び視聴者の皆さんには、熱たない喋りと、とにかくこう繰り返す暴走で、たびたびご迷惑をおかけしたこと、最初にお詫びしたいと思います。すいませんでした。でね、しかしですね、改めてね、これまで自分が好きで楽しんできた作品について、語る場っていうのをいただけたのはね、個人としてはとてもありがたいことで、好きという気持ちとこう向き合う時間を経て、自分自身を見つめ直す機会にもなったんじゃないかなと個人的に思っています。我々世代がこう、なんだろう、自分ってオタクなんだなって気がついた時期っていう頃、中学生ぐらいの頃かなっていうものは、まだね、このオタクっていうものに対する周りの目が結構厳しい時期でもあったもので、その中でこう、周りにどう思われようと、好きだよって気持ちを育ててきた、それをですね、誰かに伝えようっていう気持ちも、改めてこう、オタクトークを通して、自分の中で育てていくことができました。オタクトークで語った愛やね、懐かしいっていう気持ちすべてが、今の自分を作り、生きる力になってるんじゃないかなと言えると思います。それでですね、このトークを聞いてくださった皆さんもですね、あの頃好きだったものが多分たくさんあると思います。今一度ですね、そういったものを見直してみてですね、あの頃にとどめずもう一回誰かに伝えてもらうようなきっかけになっていただけたらなと個人的に思っております。これでですね、オタクトークは終わってしまうっていうことで、とても寂しい気持ちではありますけど、これからですね、オタクトークで、学んだですね、好
きっていう気持ちをこうもっと発信すべきだよっていう気持ちと、誰かに知ってもらうために、ただ楽しく喋ればいいんじゃない、もっと努力が必要なんだよっていう自分への戒めみたいなのもしっかりと学ばせていただけたので、そこを活かしながらですね、より好きなものを自分の中に消化していけたらと今は思っております。ここまで聞いてくださった視聴者の皆さん、そして全ての愛した作品に感謝しつつ、本当にありがとうございました。はい、じゃあ無駄に長い尺だったリアック、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ次はダニー君に行ってみましょうか。はい、お願いします。ミュージックスタート。遥か遠くに続いてデレレデレレデレデレレ、あの歌詞がね、覚えてない。ミュージックスタート。でってって、はい、気づいてください。うるさい、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 うるさい。僕が抱きしめて、うるさい、うるさい、うるさい、ほんとうるさい。お前今から家行くぞ。窓に映る。歌いたいだけやろ。いい歌。窓に俺が立ってるからな、お前。怖い、怖い、怖い、怖い。怖い。何さん、どうぞ。はい、失礼しました。ミュージックスタート。はい。はい、まずは聞いてくださった、ね、視聴者の皆さん、ね、動画を楽しんでくださった、ね、視聴者の皆さん、ね、あと僕を、ね、オタクチャンネルの、ね、追加メンバーとして選んでくれたヤグさん、リアック君、ありがとうございました。うん、僕は、なんか特殊な感じだったんですよね。最初は一視聴者の立場で、で、途中から、演者として、プレイヤーとして参加させてもらったっていう、なんか、だから二つの視点で、オタクトークを、オタクチャンネルを見れてたのかなっていうところなんですけれども、ね、もう本当に最初の頃は、本当に、自分自身も、本当に、もう、世界が灰色というかね、何をやっても楽しくなくて、何をやってもしんどくて、ね、もう唯一、前からオタクチャンネル、オタクトークが自分の中でこう、癒しになったのを、あれよこれよと、こう、自分が発信する側になる。ね。まあ、かといってね、チャンネルを楽しんでなかったってわけじゃなくて、もう多分誰よりもね、チャンネルを楽しんでたし、愛してたっていう自信はあると思うんですけれども。うん。で、楽しむこともできたし、まあ、何よりその、いいものを届けたいっていう気持ちがずっとあって。で、なんていうんですかね。やらされてる努力じゃなくて、自分がしたいものをしたい。努力する楽しさっていうのを、このオタクチャンネル、オタクトークで僕は学べたのかなって思います。好きなもののために努力できるって、こんな幸せなことないですよね。努力する楽しさ。続けていくことの楽しさ。っていうのが本当に自分の日常にありつつあったものだから。今回ね、まあ仕方がないっていうことで、まあやむなしってことで、まあこのトークが最終回になっちゃうってことだったんですけれども、でも毎回毎回ね、トークに参加させてもらえる、たびにリラック君だったり、ジャグさんにね、との掛け合いが楽しかったりとか、ね、それを聞いてくれる皆さんが、の反応、再生回数とかね、そういうのを見るのがすごく、楽しくて。なんかそれがもう本当に自分の素敵な日常の一部になったんで、残念だったんですけれども。まあでも、何よりも続けてこられたのは、こうやってね、見てくださる、聞いてくださる人たちが、ね、皆さんがいたからだと思っているので、もう感謝しかないんですけれども。でも、確実に好きなものを愛していいんだ、発信していいんだ、っていうことを、かけがえのないものを僕にくれたのは、間違いなく、皆さんだったり、このオタクチャンネルのオタクトークだったので、もうありがとうございますっていう感謝の言葉しか出てこないです。ね、今回はもうこういう形で、終わってはしまうんですけど、まあ、始まったものはね、いつか終わりは来るので、いいものを、このチャンネル自体は残っていきますし、発信していけると思うので、僕みたいなね、好きなもののために努力する楽しさだったりとか、好きなものを好きだと言える、楽しさっていうのを皆さんにもどんどん知っていってもらって、こう、毎日が楽しくなってもらえたらなって思いながら、はい、挨拶を締めさせていただきたいと思います。すいません、最後。はい、以上です。はい。
ありがとうございました。じゃあ最後は、私、ジャグさんから、アレクトレンでプロポーズでよかったかな。いよいよ聞けるんですね。お、待ちましょう。いよいよ、はい、ついに聞けるんですね。じゃあ、リラ君、ミュージック、木村カエラの結婚式でよく流れるバチャブラハイですか。そう、それでお願いします。バカ野郎バカ野郎ってんだよCan you celebrate で。ああ。いやでも、俺の結婚式だから、やっぱ俺らしい曲で行きたいよな。まあ、そうだよな。いや、もうやっぱそこはもう、境界線機のオーバーロードで行きたいところですね。おー、オーバーロードで。いや、だから、ちゃうやん。違います。お別れの言葉やで。あ、そっか。俺のターンは誰が歌ってくれるのかな。まだ、曲目による。どに歌ってないか。じゃなくて、もう普通にお別れしようよそうですね。最後の最後です、皆さん。はい。この、立ち上げ人と言っても過言ではない。ジャグさんが。まあ、オタクトークのジャグさんが、最後を飾りたいと思います。では、まず、いきます。お別れの言葉を言うにあたってね、何か考えたかって言われたら、特に考えてる、ね、台本考えたわけでもないし、何喋ろうかななんて、今、口開けながら考えてるんですけど、まあ、とにかく言いたいことはね、なんだろう、なんか変な話かもしれないけどね、みんなどういう目的を持って生きてるんだろうって考えたことないと思う、あんまりね。なんかね、年々生きる意味というか、何のために生きるのかっていう本質を考え始めた時に、自分らしさを貫くこともその一つなんだろうなって思った時に、自分らしさが何かわからなくなって、まあ苦悩したのが2年前、まあ3年前ぐらいか、コロナ禍になって。で、体も壊しちゃって寝たきりになった時に、もう本当にだから、夢を持って飛び出した新天地でそういうことになっちゃって、もう本当に未来が終わったな、俺に未来はもうないんだなって思った時に、境界線機と出会って、いろいろ自分らしさを取り戻して今に至るわけだけど、その自分らしさって何かなって考えた時にね、考えついたのがやっぱこう、好きなものに夢中になるのがやっぱ僕らしさだと思うんだけど、多分その夢中になるレベルっていうか度合いが多分おかしいんだろうなって自分で思うんですよ。その、なんだろう。好きなものに対する愛や熱意って人それぞれみんながかけがえのないものだから張り合うものじゃないの。愛や、愛だとかさ、そのグッズの量で愛を張り合うとかそういうのじゃなくてね。愛っていうのはもう張り合うものじゃなくて、広げていこうだと俺は思うわけよ。その広がる愛のつながる架け橋になることが僕のこの好きなものに夢中になる姿の本質なのかもしれないって俺は思ったのがきっかけだったんですよね。だからこうそれこそね、子供の頃はオタクだってはね、みんなにバレたら冷ややかな目で見られる時代を過ごしたんだけど、それでオタクが嫌になっちゃってオタクをやめることなくね、どれだけ冷ややかな目で見られてもオタクを貫いて今に至るわけでね。だからこう貫くことの大切さっていうのは実感してるんですよね。で、そうやって僕が誰にバカにされても、見下されても、それでも好きなものに対する気持ちを捨てずに、それどころかもう矢面に立って大声で好きだって叫んでたわけ。そしたら、ね、普段好きだって言えないけど僕も好きだって言っていいんだって言ってこう集まってきてくれて友達が増えたりとかそういうことがあったんですよ。それを今度は世界に発信できるんじゃないか。思ったのが自分のこの始まりだったわけね。だから、好きなものに対する好きという気持ちを誰よりも叫んで、そして、その気持ちで人と人をつなぐ、そういう役割ができるんじゃないかなって思った。それがまず最初でした。で、その後にさっきも言ったけどね、みんなが忘れていくであろう些細なこと、例えばだよね、本当に今コーラ飲むのとさ、昔コーラ飲むのって違ったと思うんだよね。子供の頃飲むコーラって本当美味しかったよ。今何気なく飲んでるかもしれない。だから物は変わってないのに感じての俺たちの心が変わっちゃったから味も変わっちゃうんだよ。だから、あの頃の味を取り戻したい。っていうか、あの頃の味忘れちゃってるだけみんな。大人になるっていう、その、もういい歳なんだから、世間体を見なさい。そういう誰が決めたかもわからない理屈にとらわれて、人は子供であることを捨てていく。子供の時には100持っていた感情が、大人になるにつれて現実に揉まれて、削ぎ落とされて、削ぎ落とされて、100あったものが50しかない。そうやって純粋さって失われていくんだなって思うんです。だけど僕は自慢じゃないけど、子供の頃100持っていた気持ち、今でも100持ってる自信があります。なぜなら、あの頃食べてた
ものがあの頃のまま美味しい、あの頃のまま暖かい、そしてあの頃存在していて今亡くなってしまった者たちがそこに芽吹いていた、生きていた、その証はこの気持ちと一緒に今の僕の中で一緒に生きてるわけでね、そういったものを叫んでいくことでいろんな者たちがつながっているんだってことがきっと実感できる日がいろんな人に来るんじゃないかなと。その一つの手段として僕は好きなものを叫ぶっていう自分らしさに至ったわけでね。何が言いたいかっていうと、あの頃見えていた世界は姿形が変わっただけで本質は変わってない。その本質を見失うようになっちゃったのが大人な、今の大人たち。見えてるものが違っても、あるものは同じ。その気持ちに気づけるピュアさっていうのをね、貫きましょうって思います。だって、30歳になったら、おもちゃなんて買っちゃダメだって言われてた時代だよ、俺たちは。大人になったらおもちゃなんて買うな、みたいに言われてたけど。何が悪いんだって思うんだよ。いくつになったって、好きなものに触れて楽しんで子供のように笑えばいい。そこに大人の責任感が伴うのであれば、それが、かつての我々の組織の名前だった大人少年の本質だと思います。だからみんな、ね、自分の年齢や立場を理由に、あの頃の少年の心を捨てないでほしい。少年のまま大人になってほしい。そして、その少年のままの心でいろんなものに触れて、見て、食べて、感じてほしい。そういうのが僕の思いでした。そのバンドの、その表現の場としてオタクトークを始めて、僕の声を聞いてくれた皆様にその気持ちが少しでも伝わったならば嬉しいし、今度はみんながそうやっていろんな人をつないでいきましょう。そうやっていろんな人をつないで好きなものだけで夢を語られる世界になったら素敵だよね。うん、世間体やいろんな人の目を気にせず好きなものを好きと叫んで、なりたいものになりたいと叫んで、なりたいと叫んだならばなれなくたってなれるために何かを必死に取り組んだり、過ごす時間が楽しかったり。そう。自由。自由です。自分のルールは自分で決めていい。だけど自分のルールで人を傷つけることなかれ。人のルールも共存して生きていくんです。そうやって好きなもので輪を広げていきましょう。日本ではこれを縁日と言います。お後がよろしいようで。では、失礼いたします。素晴らしい。聞きました、ダニーさん。最後に。最後にまとめまで決まってましたね。いやもう本当に僕が境界線切る大好きなセリフなんで、締めに言わせていただきました。でも本当だと思いますよ。これが縁日だと思います。いいですか、ね、好きなものへの気持ちはかけがえのないものです。それを叫ぶことで縁日を作れるんです。だから好きなものを好きって叫ぶことは得だぞ。叫ばなければ縁日はつながらない。まあ一人で楽しみたいんだったらそうすればいいと思う。それも自由だよ。みんな自由にしろ。自由だ。だけど、自分の自由で人の自由を奪うなよ。はい。ありがとうございました。すごいな。愛は張り合うものではない。広げるものだってすごい、ちょっと心にきました。ありがとうございます。本当その通りです。だから、これが1年半通してオタクトークで伝えたかったことです。なるほどね。いい年でしたね。わかりやすかったですね。うん、いやー楽しかったね、ほんと。楽しかったです。終わっちゃうんです、ね、じゃあね、最後にアレクトラにプロポーズします。それもしっかり言うんかい。やるんかい。だってアレクトラ好きだもん。好きよ、好きって言っていいって言ったばっかりだからね。愛してるもん。うん。そんなわけで、まあ、オタクトークが終わるからといって別に自分が好きなものをね、叫ぶ場がなくなるわけじゃないんだから、みんな自由に叫べ！以上。ジャグとリラクとダニーのオタクトーク、これにて、閉園といたします。はい、というわけでチャイムが鳴りましたので、皆さん、これにて、今日の授業は終わり！だけりーつ！はい。じゃあ視聴者のみんなにレッツ！ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。See you. See you, people. 帰ろう。じゃあ、はい、じゃあ帰ろうぜ。はい、いいね。忘れ物ないようにね。はい、ちゃんとヘルメットかぶって、リュックでランドセルしょって、リコーダー忘れんだよ。あんまり忘れると思う。
終わっちゃいましたね、ジャクさん。いや、まあね、いずれは終わるものですから、しょうがない、しょうがない。でもちょっと寂しいですよ。ダニーは元気してますかね。ダニーはやってるんじゃないですかね、元気に向こうで徳島でね。でもね、こっから僕ら二人が頑張んないと。まあ、そりゃそうだけどね。うわっ！え？あ、やばい、動画だ。新ジャグとリラクのオタクトークカッコ仮始まるよ。